アラン・レイ。アラン・レイは、辞書編纂で著名なフランスの言語学者。プティロベールフランス語辞典などのフランス語辞典を刊行している出版社ディクシオネール・ル・ロベールで編集長を務める。ロベールフランス語辞典では、ベルランや地方語法を辞書に積極的に取り入れるなど変化してゆくフランス語を子細に検討し、現代の言葉に血肉を与えようとする姿勢で知られている。ソルボンヌで政治学、文学、美術史を学んだ後、兵役でチュニジアへ赴く。この後にアルジェリアで生活していた折の1952年、辞書編纂のために言語学者を探していたポール・ロベールの求人広告に応えたのが契機となり、ディクシオナル・アルファベティック・イ・アナリジックでは、ロベールの右腕となって作業に携わった。この頃に同じチームで働いていたジョゼット・デュボブとチグオエ、1954年に結婚。1964年に、ロベールフランス語辞典で、ロバートの第一版、続けて1967年には、プティロベールレプティロバートを世に送り出した。以降、アラン・レイは、ロベール社が刊行する多くの辞書の編纂を行い、を刊行した。2005年には、フランス語文化辞典、ディクシオナル・クールタール・イエヌ・ラング・フランセーズを編纂している。この革新的な辞書では長期間の出版準備が行われ、レイに加えて、ジャック・ルゴフ、レジス・ドブレなどが参加している。啓蒙にも熱心であり、多くのメディアに関わっている。1993年から2006年にかけては、国営ラジオフランスアンテールの午前の帯番組を締めくくるコラム、締めの言葉レモデラフィンを担当していた。ここでは取り上げた語彙についてリベラルな政治観を織り交ぜつつ詳細な解説を行っていたが、2006年の年度明けにはこれを退いている。聴衆はこれを番組の若返り人事であると受け取ったが、論調の軟化を狙った指導部の意向による解任ではないかとも囁かれた。2006年6月29日の最後の放送の題材はサルーであった。2004年から2005年にかけては、国営テレビフランス2の20時のニュースの後に、言葉のデモでモッツというコラム番組を担当した。これは、お金に関わる言葉について、語源、変化、派生語などを解説するものであった。2005年末には、文化通信省より、コマンドゥール勲章を受勲。2005年末に、フランスで発表された、新創造論及び、精神主義の科学への浸透を警戒する呼びかけには、賛同の署名を行った。2007年より、日曜日の朝のヨーロッパ1のロラン・バフィの番組に出演中。言葉は表現するだけではない。嘘をつき、人を動かし、自分を売り込むものでもある。L、アモル・デ・モッツ・アラン・レイエ、Dエ、Cエ、Dエア・L、アーゲで92案。ouest france f r l a n s f r l curture le linguiste alan leyed ici do r age de -903703 2020年10月29日、閲覧。出版時には各メディアで話題となり、アラン・レイをもじった、レボリュシオン・レボリューション・キュルチュレル。= 文化革命という軸が用いられた。hebdotnews.articles/a29363-articles/a29365-voyage_de_motsポートレートでアラン・レイダン・リベレーション26セプタンブラ2006発音はデモでもオルセリジュ FR ヌベル・オプセルバトゥール N61 でデサンブル2005ジャンビエ2006インティチュル・ラバイブル・コントレ・ダーウィンありがとうございます。